皆さん、こんにちは。くさないです。よろしくお願いします。ということで、本日の動画はですね、ガシャ更新がやってきましたと。SSL はタダリーナが登場。4週目ですね。4週目の工場。タダリーナ、4週目の工場。4週目で工場タダリーナがやってました。タダリーナがやってきましたね。かっこよくね。これぞクール。あ、ちょっとコーナー痛いんですよ、今。めっちゃコーナー痛い。喋ったらコーナー痛すぎる。ビジュアル特化のクールアイドルでございまして、11秒ごと高確率でしばらくの間、コンボボーナス 12% アップ、グレートナイスをパーフェクトにするってことで、これがね、なんか、こんな特技見たっけと思ったら、新特技なんですよね。お知らせに、多分書いてたと思うんですけども、新特技効果チューニングについて、チューニングとは、発動中コンボボーナスがアップします。そして、グレートとナイスをパーフェクトにしますっていうことで、では、気になるのがあれですよね。スキルブーストのにかかる効果っていうのが、コンボボーナスのアップ率が上昇する。そして、グレート、ナイス、バットまでパーフェクトにするってことなんですよ。で、あれば、パーフェクトサポートってあるじゃないですか。あるじゃないですか。判定強化ね。ニュージネとか、ニューウェーブの子たちがいると思うんですけども、それは、その子たちとの差は何なのかと言いますと、あの子たちのスキルブーストは、ミスでも続くんですよね。ですけども、この、チューニングに関しては、ミスは、なんだ、判定取ってくれないよということでございます。その代わり、コンボボーナスがアップするということでございますので、まあ、スコアは伸びるけども、まあ、放置変遷で組めないよってことですね。放置ってことは、つまりは、ミスでね、全部ね、触らないってことなので、ミス判定で、パーフェクトサポートで、パーフェクト扱いで、コンボを継続するということでございますので、まあ、放置編成では組めない。ですけれども、もうちょっとこう、まあその、なんだろうな、プレイに自信がない方とかいうの、という風な、喋れない、そういう方面なのかな。でも、まあパーフェクトサポートであれば、スコア自体は、ね、伸びないので、という意味でコンボボーナスも上がる、まあこの、チューニング。っていうアイドルが登場したのじゃないかなと思っております。まあ、ただ、一言言うと別にいらないですね。使い道はあるのかなとは思うんですよ。まあ、ただない、ミスでもスキルブーストの効果で続くという意味で、パーフェクトサポート、判定強化は強いと。ですけど、まあ、スキルブーストがかかってもミスでは判定が続かないという意味では別に、どうなんだろうなっていう、ね。まあ別に使わないかな。僕的には使わないかなっていう感じでございますけれども。まあでもね、まあ。まあいて、損はない。っていうことではございますね。まあ単純に、まあ始めた方とかであればね、音ゲーが苦手な方とかでも、まあね、この作品が好きな方でやると思うんですけども、まあちょっと自信がないっていう方では、こう使うことによって、スコアも伸びつつ、判定もね、しっかりと。ミス以外だと、まあ、それで触れば、スキルブースト込みでね、スキルブースト込みであれば、一回触ってしまえば、まあ、バットにはなるんで、つまりはパーフェクトに持って上げてくれるということでございますので、という感じです。ということでね、デレコネをね、呼んで終わります。はい。あ、松木氏。よ、ダリー、気合入ってんじゃん。へ、聞いてよ。今回のお仕事、めっちゃかっこいいんだ。絶対に成功させて、最高にクールなダリーナを見せてやる。グー、なんだ今の音、一体どっか聞こえてきたんだろう、こんな空港のダメで、あーはーぶーはー、私とか知らないな、まだまだかっこよくなりにいない、お何だやればできるじゃないか、今ので、それで、今のなんとこで、これこう、ということで、ちょっと待って、ちょっと時間がなかった、と思ったら、ちょっとね、時間がないんですけども、こんな感じで、ぜひね、担当の方は頑張ってみてはいかがでしょうかということで、まあ、本日の動画はこれで終わると思うんですけども、本日ですね、まあ、ちょっと時間はわかんない。22時ぐらいかな以降ぐらいかもしれないんですけども、ライブパーティーを本日は生放送したいなと思っておりますので、よかったらね、参加していただけると嬉しいなと思います。まあ、予定は2時間ぐらいかなと思ってますので、よかったらね、ぜひぜひライブ、ちょっとしたら、なんだ、枠取りだけしとくと思うので、まあ、ぜひよかったら、見てもらえると嬉しいなと思います。そういうわけで、ちょっとね、早口になってなると、噛み噛みになるんでね、今後はゆっくりと喋ります。今日はちょっと、急いでるんで、こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、バイバイ。